スティウムパロスのコイン。表にヘラクレス。裏にスティウムパロスの会長が描かれている。ハドリアノス水道橋。スティウムパロスは、古代ギリシアのアルカディア地方の都市である。ギリシア神話の英雄ヘラクレスがスティウムパロスの鳥と、呼ばれる会長を退治した伝説の舞台として知られる。日本語では、スティムパロス、スティンファロス、長望院で、スティウムパロス、スティンパロスなどと表記される。 スティウムパロスの領土は長さ約10キロの平野で、北は赤イア地方、東はシキュオンとプリウス、南はマンティネイア、西はオルコメノスとペネオスと接している。平野は四方を山に囲まれ、北にキュレネ山の巨大な山海がそびえ立ち、そこからスティウムパロス山と呼ばれる尾根が平野に突き出ている。 キュレネ山の反対側の平野の南端の山はアペラウロンと呼ばれ、その足元にはスティウムパロスコの地下水の湧出口がある。この湖の湖水は部分的にキュレネ山とアペラウロンから流れ落ちる雨水と平野の異なる部分から流れ込む三つの小川によって形成される。西からはカスタニア付近のゲロンテウム山に水源を持つ小川が流れている。そして 東からは、ュサの近くに水源を持つ別の小川が流れている。しかし、三つの小川で最も重要なのは、平野の北側に橋を発する豊富な地下水の湧出口から流れる小川である。この小川は古代人によってスティウムパロース川と呼ばれていた。これらの小川は、湖の主要な水源であり、200スタデオンの距離を地下水脈として流れた後に、アルゴリス地方のエラシノス川として、 再び地表に現れると一般に信じられていた。アイリアノスによると、スティウムパロス人は、エラシノス川とメトペ川を崇拝した。そこからメトペ川は、スティウムパロス川の別名と考えられる。メトペ川は、カリマコスによっても、ポルステオスと言及されている。スティウムパロス湖の源泉となった水は、ハドリアヌステによって建設された水道橋で、コリントスまで運ばれた。この 水道橋の移行は現在もその大部分をたどることが可能である。パウサニアスは夏になると湖は乾燥したと報告しているが地下を除いて湖水の流れ出る場所がないため石や砂などによって地下水路が閉塞すると洪水を引き起こした。パウサニアスの時代にアルテミスの怒りに起因するとされる同様の洪水が発生し400スタディオンにわたって湖水が平野を覆った。 ストラボンによると、イピクラテスは、不成功に終わったスティムパロス包囲戦において、大量の海面で、水の流出口を塞ごうとしたが、ゼウスの予兆が現れたために中止した。ストラボンはまた、以前は、湖水の地下の流出口がなかったため、彼の時代に、都市から50スタディオン離れた位置にあった湖は、かつては、都市の円辺まで広がっていたと述べている。 スティウムパロスは、ホメロスのジョージイリアスの軍船表で言及され、またピンダロスによって、アルカディアの母と呼ばれている。スティウムパロスの都市の名は、エラトスの息子で、アルカディア・オーアルカスの孫にあたるスティウムパロスに、由来している。ただし都市はもともと別の場所にあり、ペラスゴスの息子で女神ヘラの養育者のテメノスが、住んでいた。この旧都市は、パウサニアスの時代には、 完全に姿を消しており、彼が知り得たのはその地でヘラが諸女、妻、未亡人としての別名を持った三つの異なる神域で、尊すを集めていたということだけだった。ギリシア神話によると、スティウムパロス王は、エリス地方のオーペロプスによって暴殺され、その遺体は切り刻まれて大地にばらまかれた。この残虐行為のために災いが、ギリシア全土に降りかかったが、アイギナ島の王、 アイアコスの祈りによって救われたと伝えられている。また都市に隣接するスティウムパロス湖は危険な人食い鳥の巣窟として知られる。ヘラクレスによって退治されたスティウムパロスの鳥と呼ばれる、これらの鳥について、パウサニアスは鶴と同じくらいの大きさで、姿は時に似ているが、時よりも強いくちばしは時ほどは曲がっていなかったと述べている。スティウムパロスのいくつかの貨幣は、 パウサニアスの記述と正確に一致している。都市について古代の歴史家はあまり研究していないが、アルゴリス地方とコリントスから西方に通じる交通の要所の一つであった点に主な重要性がある。前315年、カッサンドロスの将軍、アポロニデスによって占領され、その後アカイア同盟に所属した。パウサニアスの時代には、スティウムパロスは、 アルゴリスの一部であった。パウサニアスが言及した都市の唯一の建築物であるアルテミス・スティウム・ピリアの神殿は神殿の屋根のそばにスティウム・パロスの鳥の像があった。神殿の背後には鳥の足と太ももを持つ若い乙女たちを表した白い大理石の像が立っていた。アルテミス神殿はローマ時代においてもまだ使用されていたらしい。女神の珍しい側面の一つは 全2世紀初頭の碑文の中で、彼女の聖域が、アテナイの信仰であるアルテミス・ブラウロニアの名前で、呼ばれていることである。エラテア人に対する、スティウムパロス人の交流を記念する碑文は、エラテアのアゴラとスティウムパロスのアルテミス・ブラウロニアの聖域に設置された。デメテルとヘルメスの信仰も、また助持的に証明されている。緑に覆われたスティウムパロスのアクロポリスの遺跡。 城壁と南西門、住宅跡。スティムパロスの遺跡は現代のスティムファリアの近くにある。アナスタシオス・オルランドスは1924年から1930年にかけてアテネ考古学協会を代表して遺跡の一部を発掘した。1982年以来、ブリティッシュ・コロンビア大学のヘクター・ウィリアムズの指揮の下、スティムパロス湖の北岸にある遺跡の発掘が、 進められている。これらの考古学的な調査と発掘によって、紀元前4世紀に再建された都市が明らかとなった。都市は30メートルごとに6メートルの道路が南北に走る方角設計に基づいて設計され、100メートル以上ある東西を貫く大通りとここかしこに交差していた。劇場、パライストラ、水浴室、いくつかの神殿と聖域といった建築物も,も、 発見されている。1925年にオルランドスによって発見されたポリアドという秘文が見つかった聖域はアテナポリアスが信仰されたことを示していると思われるが、それにもかかわらずこれに関する新たな証拠は見つかっていない。遺跡から発見された陶片で書かれた落書きは出産の女神エーレイテューヤについて言及し、大量に発見された宝飾類は 女性がよく訪れる聖域であったことを示唆している。また欠けた子供の像は、その信仰がクロトロポス的なものであったという解釈を裏書きする。神殿の別館から発見された食器工房の数十個のむの重りはアテナの存在を強く示唆している。聖域はおそらく全146年にローマ人によって破壊されたが、その地域で発見された初期から、 中期のローマン陶器のランプから判断すると少なくとも後で裁縫されたようである。ありがとうございます。